付録し直しにヒリピリフィケーションの覚え方新年一発目なのでネタ枠で付録し直しにヒリピリフィケーションの覚え方を教えちゃうよ。ちゃんと辞書に載っている世界一長い英単語だよ。まあ、専門用語とか病名とかならもっと長い単語はあるけど辞書には載ってないよ。例えばこれとかね。もう発音する気も失せるよね。ていうかまあたいこういうのって入物。 ウルトラとかこうマイクロとかこの短い単語をこう上に並べてるだけだからまあなんとなく反則だろうっていう感じはするよねでこれはメリー・ポピンズ内の造語でも有名だね短い単語をつなげてってるからまあ多少反則だろうっていう感じはするよねフロクシーのうちにヒリピリフィケーションはちゃんと OED 載ってるからねちゃんとした辞書に載ってるっていうことはまあ英検一級でも出題されるかもしんないよねこういうふうに出題されるかもしんない、うん That movie wasn't a t good as I thought it'd be. I agree. I think our expectation was too high Because of all the なんとか in the media about it つってうん、なんだろうなその映画は思ったより面白くなかったよ、つってうん、あ、僕も同意するね、つって多分僕らの期待っていうのはめっちゃ高くなっちゃったんだよなんでかって言うと All the なんとか in the media about it だからなんだろうな一番ハイ…ハイプあ なんかパスタに出てたような気するけどやべえどう忘れちゃったどうしようまあい,いや。飛ばそう。ジンクス。ジンクスはわかるよ、それ。ていうか、日本語でカタカナ語でジンクスってなってるじゃん。なんか言い伝えとか、縁起の悪い言い伝えとか、縁起の良い言い伝えとか、そんな感じでしょ、うん、次は、ジスト。ジストは要点だっつって、パスタの頻度 A に出てたぞ。うん、4番目。あ、1番わかんないからな。4がわかってりゃいいんだけどな。4なんだろう。うん。 うわー、すげえ長い単語で弾わさすが英検一級だな。一番ドアスレしちゃったしな。あ4かな。消去法使えないじゃん。ちゃんと覚えてないと。パスタンちゃんと整理しときゃよかった。このカッコの長さ的に1かな。このカッコの長さにこんな長い単語入んないもんね。けど引っ掛けかな。別にカッコの長さがどうとか関係ないからね。こういう風にちゃんと単語覚えてないと消去法でできないこともあるからね。 フロクシノウシにヒリピリフィケーションの意味はこちら。The action w a habit of estimating as worthless つって。価値がないと見積もってしまう行為や習慣つって。不可算名詞なのか、可算名詞なのか、いまいち調べてもよくわかんない。まあどっちも使うみたい。そこまで厳密に議論するような単語ではないよ、こんな単語は。ジョ言的にはラテン語の、なんかフロクシノウシニヒリ。ニヒリは知ってるよね、ニヒリズムとか言うもんね。ピリ、 ピリうんこれもよくわかんないね。フィケーションだけかろうじてわかるよ。もうこれをこの動画を見た後にもう発音できるようになって意味もわかるようになってるようにします。おばかだこ。The following two sentences.There is a flock she knows she needs.He needs purification.Sound of flock she knows she needs purification. Pur 以下の二文彼女が知ってて彼女が必要な集団がいます。 The following two sentences. There is a flock she knows she needs. He leads purification sound flocks in a The following two sentences. There is a flock she knows she needs. He leads purification sound flocks in a The following two sentences. There is a flock she knows she needs. He leads purification sound flocks in a The following two sentences. There is a flock she knows she needs. He leads purification. Sound flocks in a hill The following two sentences. There is a flock she knows she needs. He leads purification. Sound flocks in a hill of to to of flock. It's うん、この彼女が知ってるでしょ。彼女は神社の敷地内に住んでんだから。この彼女は神社の敷地内に住んでんだよ。だから、絶対どう考えても、神道政治連盟国会議員懇談会とか知ってるでしょ、この人。この彼女が神道を知って、いろいろ神道に付け込んだら、神社の敷地内に住ませてくれるようになって、で、神社の敷地内に住ませてくれるようになったんだから、今もはやこの人はもう必要でしょ、この。 この集団を、うん。この集団を知ってから取り入って、神社に住めるようになったから、神社の敷地内にもう家建てちゃったんだから、この人。もうじゃあこれなしじゃもう生きていけないよ、この人は。だから必要になったんだよね、うんで。神社側もよく知らない人に神社の敷地内に家建てていいなんて言わないから。うん、だから知ってるよ。でもはやもう知ったらもう必要になってるよ。うん、で、浸透なんて言ってるレベルだから、多分この彼は、 もうこういう風うにコロナを浄化っつって、うん、コロナ退散って指揮してるでしょうよいやだから There is a flock She knows, she needs He is purification ピューリフィケーションを知ってるでしょピュアが純粋なんだからで、ピューリファイで、まあ、浄化するとかそういう感じになるでしょピューリフィケーションだから浄化でしょでピューリフィケーションとピューリフィケーションは似てるでしょで、これを踏まえた上でうんフロックフロックね

Flox, she knows she needs, he leads flox in Flock she knows she needs, he leads purification, flocks in us in a hillipilification. she knows she needs, he leads purification, flocks in us in a hillipilification. Flock she knows she needs, he leads purification, flocks in us in a hilipolification. Flock she knows she needs, he leads purification, flocks in us a

No, it's. Um, it's. it's uh... Clocky knocky nihilipilification. <laughs> he didn't invent that word, well, but well done for knowing it. That, which means? <laughs> the act of assessing something as worthless. Very yeah, correct, yeah. YouTube <laughs>